生54期生のミサイズリコです。ウォルト南アルプス店様で本日撮影させていただきます。そして再びお時間作っていただきました。自己紹介お願いします。はい、プロボーラーの加藤です。ミサイズプロ、はい、ご来店ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、まあ、久しぶりに会って、はい、まあ、ちょっとね、投球フォーム見たりとか、はい、いろいろして、はい、見てからアドバイスしてからの、はい、対決でございます、はい、なので仕上がっております、はい、仕上がってますよね、はい、で先ほど1ゲーム投げましたね、はい、で後半戦となっております。はい、はい、現在22ピン差ということですね、はい、ちょっと私ハンデ10ピンいただいてるんですけど、で一応今回は2ゲームのトータルピンで、はい、罰ゲームの方があります、はい、私が負けたら、はい、加藤プロがいつも飲んでいる青汁、苦い青汁を私が飲むということで、はい、で加藤プロが負けたらイナゴを、はい、食べたことないです。知る人ぞ知る、僕虫が苦手なんですね。あ、だからもう見たくもないぐらいの感じなので、はい、はい、それを見て食べるところまでをちょっと動画に、はい、収めようかなっていう、はい、多分皆さんそっちの方を期待していると思うんで、そうですよね、そうですよね、そうですよ、分かってらっしゃる、分かってますけど負けたくないですよ、はい、はい、そうなんですね、はい、話は変わりますけども、はい、3月8日、はい、お誕生日だったということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。で、6月に、はい、プロ20周年そうですということで、はい、今年はとても節目で大事な年ですね。何か抱負ございましたらお願いします。抱負はですね、はい、やっぱ優勝をもちろん狙ってるのはそうなんですけど、はい、あとここの金枠がですね、今最近ルールがもう、まあ、ずいぶん前から変わってるんですけど、はい、まあ、昔からある200ゲームの今男子210アベ以上ですね、はい、5年連続か、はい、もしくはシード5年連続ということで、はいはいはい、今3年連続取ってるんですね、はい、で、あとまあ2年必ず取って金枠にしたいっていうのはあります、はいはい、絶対大丈夫ですよ、それ頑張ります、はい、でも24名になってだいぶね枠も狭くなって、はい、ね、若い子とかすごい勢いがあるんで、はいはい、今は本当に最後の悪あがきで、はい、筋トレの回数とかも増やしてるんですね、ちょっと頑張ってはいます、はい、はい、私も応援してますが、皆様も応援してください、はい、私もなんかで優勝なんかで、なんかでって公式戦でお願いします。はい、ちなみにどうでもいいんですけど、はい、私明日誕生日です。え、マジですか、すごい。そうなんですよ、じゃあもうパーティーしに行きましょう、ふーっと思って、はい、なんでまず勝って稲子ふーっていう感じで、はい、ちょっといい動画に、稲子はノーフォーですしたいと思いますので、後半ちょっと点数差ついちゃってますが、はい、でさっきの勢いで、はい、勢いじゃないルールでいくと、はい、ハンデ10品じゃないですか、はい、でもそうすると22ピン差の10ピンなら12ピンビハインドじゃないですか、はいはい、結構紳士って言われてるんで22ピン上げますよ。だからこのゲームがそうスクラッチ勝負でどうですか。いいんですか。いいですよ。やったー、はい、明日誕生日って聞いたんで、はいはい、誕生日プレゼント、はい、じゃあ私も誕生日プレゼントにイナゴを持ってくるっていういやいやいや、やめてください。よし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 、ちょっとこれは面白くなってきましたね、はい、そうですよね、はい、よし、じゃあということで全やる気出ましたので、はい、この1ゲーム本当に本当に本当にちょっと集中して、はい、ちょっとさっき言われたこともありますので、そちらもちょっと意識して投球したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあお願いします。いきますか。はい、はい、僕はイナゴは食べないままプロ生活を終えようと思ってるのでいきますよ、本気です。で最後ちょっとね厚めになってたんで、はい、アジャストしてみたいと思います、はい、お願いします。はい、はい、完璧。よし、ちょっとね、ちょっと球落ちてるんですけど大丈夫です、はい、その落ちるのも見越してのアジャストしてるんで、はい、はい、素晴らしい。さあ頑張りましょう。いきます。はい、よしよしよし。キーポイントは人差し指です。はい、人差し指、はい、オッケー。さあ進化したミサイズプロいきます。ああ、
どうしたんですか。ここは良かったんですけどね。ちょっと出ちゃいましたね。はい、はい、乗れなかったですかね、体重が今。はい、はい、しっかり踏ん張ってください。一番力入れるのは、はい、まあ左利きなので右足ですからね。はい、はい、そこでしっかり体のバランスを抑えてください。抑えるっていうか取る、しっかり、はい、はい、やばい。あれ難しいじゃないですかこれ。難しいですね。でも、まあ、でも意外とあれ取ってますけど。そうですね、よし、2番ピンに当たれば大体取れますからね。よし、はい、2番ピンに当たりますように。おお、うまい、うまい。あ、惜しい。当たんなかった。まずい。せっかくスクラッチ勝負したのに。まだ分かんないですからね。僕こうやっていつも油断して負けちゃうんで、今日はもう心を鬼にして。いやミサイズプロのチャンネルで300出して帰りますから。はい、いきます。あ、出ちゃった。戻れ。はい、惜しい。ちょっと人にアドバイスしといて僕が球出ちゃいました。はい、さあまだ分かんないですよ。はい、いやでもなんかちょっとよく分かんなくなってきたな。いやもうなんとなくポケット行くところに自信持って投げるだけです。最終的にはそれです。はい、はい、まあ、自分を信じる心が一番大切です。メンタル、よし、メンタルと人差し指。収まる。よーし、ナイスショ。メンタルと人差し指。そうです、メンタルと人差し指。はい、はい、あー、よし、初メンバーあれがいいな。2番ピン。はい、はい、オッケー。ありがとうございます。はい、あー、なんかいつも1ゲームあっという間に終わっちゃうんですよね。そうですよね。ここチャンスですからね。あ、チャンスっていうか、ここストライク出さないと。まだダボってないですもんね。はい、追いつかないと。はい、よし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 。しかも今回ヨーロピアンなんで、よりチャンスですよね。そうです。まあでもお互い同じですからね。その分加藤プロも有利なのか。そうです、はい、でも変化するのは早いってことですからね。そうですね、一人で削っていくんで。よし、はい、さっきのもう一回再現性。お、うまい、完璧でしょ。戻れ。嘘。完璧でしょって言ったのに、こんなことが。ちょっと戻りきってないです、ね、ちょっとスコアだけ見るとアメリカンみたいな感じですね。あ、実はアメリカンなんですよ。実はちょっと難しいんですよ、ここが。すいません。あ、チャンス。ハンデでいいですよ。ハンデでいいです。あれ取ったらセブンテン。スプリットメイドですよ。はい、なんかいいですね、機械にサービスしてもらって。お、あ、やばい、来た、倒れて。え、倒れない。イエーイ。やばい、ちょっと自分のテーマで力を抜くっていうのがあって、はい、抜きすぎました。あ、はい、いや、2番でガッチリ掴んでます。ガッチリ掴んでましたね。ガッチリ。いやでも何気に、さあ、天秤ね、ちょっとなんかさっきドキッとしたんで、ちゃんと取ってくださいね。怖いけど、でもさっきの感じで、はい、いきます。まあ、さっき取れてますからね。はい、はい、OK です。ナイスカバーです。おっしゃ、ありがとうございます。いやでも、取れなくはないですよね。はい、取れなくはないです。まあまあ、4回投げたら4回取れますからね。はい、おお、いきますよ。はい、
狙いすぎ変な投げ方しょうがないです。いや、ほぼほぼ同ピンになりましたよ。一品差、はい、ちょっと集中しよう。やばい、これでなんかリードしてないとね、怖いんですよ。よし、目を閉じたらイナゴの大群がこうやってきちゃう。もうパックに詰まってますからね。いや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 ちょっとさっきでもセブンテンですよね。そうですね。まあでも流れ的にはあのアメリカみたいな感じになってるんでストライクですよ。次ストライクなるかな。いやでもちょっと戻ろうかな。いやでもしっかり出せばな。ちょっとそのままさっきあんまり出なかったんで。よし、あー出過ぎたかな。ちょっと外収まれ。あー熱い、安定感がない。これまで行っちゃいましたね。安定感がないな。僕はもうさっきの厚めになったのをもうそのままライン変えますから。はい、はい、もう自分を信じて行きます。はい、よし、うわ完璧、イエーイ。また天品か、ね、やばい。あ、カウント並びましたよ。並びましたね。同ピン、やばい。もうピンチ、ノンフレでピンチ。いやいや、ピンチじゃないです。振り出しですから大丈夫です。ノンフレでピンチ。大丈夫、よし大丈夫、 OK。 はい、ありがとうございます。はい、いやちょっとリードします、リードしますとか言ってやめてください。いやでもほらやっぱ相手が本気になるようにやっぱ僕がねしっかりしとかないといけないんで。よし、いいんじゃない？やめて。うわー完璧すぎる。また思い出してきました。完璧すぎる。よし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 、やばいやばい。あと折り返し。やばいですね。だからストライクですよ。カウントもあるんで絶対ストライク。そうですよね。はい。並んでるから。はい、ここ来たら新人戦優勝ですよ。よし。はい。優勝するぞ。そうです。もしストライクじゃなかったら。はい。2位です。よし。さっきそのまんまだけど出ちゃった。今後でもそういう場面いっぱい来ますからね。はい。はい。だけどそれを意識せずに、はい、ちゃんと狙ってるところに自分のリズムで投げる。はい。お、ストライク。おーセーフー。危ない、危ない、危ない、危ない。またあれ次天品残っちゃいますね。アジャストできておりません。いやちょっとね、ちょっとね、でもだいぶシビアですね、はい、微妙なコントロールがなんか必要な時間帯なんですかね、はい、ね、よし、あここは来ないでほしい。もうあの14、13、14なら14通ればストライクです。さあどうですか。あ、出た、あ出た出た、やめて。おー、はい、球が終わりすぎました。今加藤スペクトが、はい、ね、もう全然ダメでした、はい、あの野球だったらすごいですよ、広角打者で、はい、よし、これはここダボって、チャンスチャンスチャンス、ここダボってドーピンっていうかもう一品差なんですね。はいはい、よしはい、あめっちゃ緊張してきた。
ストライク。やーね、した。もう絶対そうだと思いました。ナイスです。よし。ちょっとね、これ絶対外せない。天品。これだ。OK。これだ。まあ、はい、外さないですよね。いやいやいや、もうね、はい。イナゴかかってますから。よし。ここ来ると逆転ですからね。はい。はい。ちょっとでも、よし。逆転な上に11品になっちゃうから、やばい。ちょっといける気がしてきました。そうですね、今完璧でしたからね。よし。はい、あと4フレーム。いくぞ。おっと、収まる。うわー、収まんなかった。ちょっと熱いか。惜しい。ちょっとね、体が流れちゃいましたね。はい、よし。よし、外見しない。復活のチャンスが。はい。うわ。わあ。うちだったんですけど、はい。勢いでごまかしました。いやでもこの今の8本痛いですね。またそれでカウントが1本下になっちゃったんですね。痛い。一品差の攻防。くそー、イナゴが。はい、ナイスカバです。 OK、はい、さあ一品差。イナゴ、イナゴ。今内側行って熱かったじゃないですか、はい、アジャストしますから厚めに。割れちゃうから。よし。いきますよ、はい。はい。優しくね。オイルを使って優しく。完璧。いい投げ方。強一。めっちゃ良かったですね、はい。もう完璧。ありがとうございます。完璧すぎる。あのもう引き出してもらってます。僕の潜在能力を。ありがとうございます。とびっきりの。青汁をプレゼントしたいと。まだ終わってなかった。はい、まだまだわかんないですよ。まだ、はい、まだ大事な8、9、10。そうです。ありますんでね。カウント1本負けてるんで、ここもスペアの後だから絶対ストライクですよ。はい。しかも僕ダボっちゃったんで。いつからアメリカンだったんですかね、ここは。確かに。おかしいな。イエス。よーし。ちょっと熱くなるかなと思いきや、はい、ちょっとあーって思いましたけど。やだ。ここでね、先に止まっちゃいけない俺は。よしよし。いやいやいや。よし。これは流れを読んでいただいて。ちょっと強一出たんで。そうです。強一の上書き。いや強二でお願いします。わかりました。はい。強二でね、強二の投球で。おお。よし。まあまあまあ、さっきのやっぱ一段だって強二ぐらいです。さあダボですよ。まだ最後まで何があるかわからないです。よし。僕が点フレミスるかもしれないんで。点フレにセブン点ですね。いやいやよし。結構出るんですよ。スピード出ちゃうとね、結構出るんですよ。そうそうですよね。はい。よし。はい、頑張ってください。頑張るしかない。頑張るしかないぞ。あ、出過ぎたけど。いけ。よーし。何ですか今、呪文唱えたんですか。あの、さっきのあれですよ。キャラ作り。キャラ作りで。いけってもう。分かりました。やばいよこれ。よかった。11品差ですけど、お互いにストライクつながってるので、はい、マジでカウント大切です、はい、カウント先投げちゃっていいんですか、はい、ストライクでプレッシャーかかりますけどいいですか。あ、全然大丈夫です。あ、分かりました、はい、じゃあ行きますよ。完璧な
一球。セブンテン。いや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 。いきます。優しく。よし。やめてー。うわー、ちょっと今のは審議。ニューボールパワー。うわー。すごい。なんか。すごいピアクションでしたね。なんかこう雪崩みたいな、はい、天秤に当たってなかったのに、はい、もう行っちゃいましたね。よし、うわ、はい、ここ絶対必要ですよ。うわ、僕より1個でも多くつなげないといけないから。そうですね、はい、本当に。よし、いやもうさっきみたいに、はい、いやでもダボってるんで大丈夫ですよ。気迫で、はい、気迫でいきます。よし、とりあえずちょっとぐらい出すぎても大丈夫です。来い。おー、ナイス。よしよしよし、素晴らしいですね。取れ高は自分で作るタイプですね。よし、はい。あー、ちょっと前回よりは頑張ってます。ここね、ここ8本だと負けちゃうんで、はい、前衛なんで、はい、もう完璧な1球いきますよ、はい、熱い？大丈夫？あ、やっぱね、今歩いてる最中にさっきと同じとこ投げちゃったと思って、さっきもちょっと厚めだったじゃないですか、はい、だから完璧な厚めでした。はい、投げてから、あ、さっきここじゃダメだって思ったのにってところを投げました。はい、でも9本ってことは、はい、分かりますよね、はい、ストライクですよ。もう私にはストライクしか残されてないんですよ。これ引き分けありますからね。あ、頼む、はい、いやでもちょっと気負って投げないように。そうです、はい、もう自信持って同じことの繰り返しです、はい、最後は気持ち、はい、うまい、いや完璧、いやもうね、ライン乗ってましたね、完璧に。よかった。あ、ちょっといつもスペアボールで取るんですけど、はい、絶対ミスりたくないんで、はい、1投目のボールで投げていいですか。はい、大丈夫です。まあでもカウントがね一緒なんで、はい、ミサイズさんは最後もストライクじゃないとダメですからね。はい、はい、よし、ちゃんと完璧に取ります。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ね、よし、私じゃないんでボンビスなってません。さあ、引き分け、これ引き分けだったらどうするんですか。考えてなかったですね。考えてなかったですね、はい、まあ、あの引き分けになってから考えましょう。はい、はい、おっしゃ。さあ、ストライクでドーピン9本以下でミサイズプロの負けとなってしまいますので頑張ってください、はい、実際ね、優勝決定戦でもここで来てサドンデスみたいな、ね、プレーオフもあるので、はいはい、頑張ってください。よし、あ、やばい、え、やばいの、やばいの、大丈夫じゃないの。なるほど、指に乗らなかったんですね。緊張したんですか、すっぽ抜けたんですか。なんでしょう。まあでも結果的に、まあ、ライン的にはそんな近くないかなと思ったんですけど、はい、まあ、あの薄めの右で言う2480が出たので、まあ、ノリが悪かったのかオイル使いすぎちゃったのかみたいな感じでしたね。結局メンタル豆腐でした。さあ、エンディングいきますか。はい、はい、じゃあ最終結果出ました。はい、加藤プロが225点、はい、私が221点ということで加藤プロの勝利です。イエーイ、ありがとうございます。ギリギリ、あ、同点、はい、同点にしたかったな。そうですね、まあ、この悔しさは公式戦で晴らしてください、
はい、まあ、そのためにはやっぱ青汁飲まないといけないのではい、はい、じゃあまた後日、いつ何後日、はい、まあ、わかんないんですけど、ね、ちょっと青汁を飲みます、はい、いやでも本当美味しいですよ、最近のは全然苦くないです、はい、じゃあ、はい、すごい通販並みに、はい、なんかいい動画になるかなわかんないですけど、はい、じゃあこちらも一応楽しみにしておいてください、はい、加藤プロ本日お忙しい中またお時間いただいてとんでもないです、はい、ありがとうございます、ぜひ私たちの YouTube チャンネル登録、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、高評価もお願いします、はい、お願いします、じゃあ今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんもありがとうございました、ありがとうございました、またね、またね。